はい。じゃあよろしくお願いします。えー、今回は中学校2年生の数学、箱ひげ図丸1基本編をお送りします。で、こっからね、新しい章の箱ひげ図やっていくんですが、新しい章とか言いながら動画2本で終わるんですけどね。で、今回基本編ということで問題8問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が説明入れながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。 いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあ早速始めていきましょう。でちなみにこれは今まで撮ってた、えっと、シリーズに追加で撮っております。んででかっっっっててていううと、まあ、学習指導要領もものが変変わわ教科書も変わったんですよねで今までなかったんですこの箱ひげ図っていうもの。だからもし今これを勉強してるみんなのお父さんとかお母さんにこれ聞いてみて多分やってないから俺もやってないです。 中学の時もね、初めて聞きました、正直。だから勉強して今動画を撮ってるわけなんですが、だから、えー、忘れてんじゃないの、お父さんってなるかもしんないけど、言っちゃダメだよ。やってないからね、お父さんお母さんね。ただ、これは中学校1年生の時にやったデータの活用の部分、まあ資料の活用か、あそこは。が分かってれば、もうね、この新しいこの言葉ね、四分位っていう、この言葉さえ攻略しちゃえば楽勝です。 いいから。まあ問題ね、全部これマスターすれば基本的なところは全部抑えられますのでついてきてください。で、まず何やるかっていうと資料があります。今回はとある生徒9人が行った小テストの得点がバッて並んでる。9人分ね。で、こっから最小値、最大値でこう,こういうものを全部求めていくんですけど、まず絶対にやらなきゃいけないのは、この資料を小さい方から並べ直します。 これは中学1年生の時にやったデータの活用でも同じです。これを並べ直す。だから、ま、ちょ、大事にね、ミスないように3から行きましょう。並べ直すと、3、4、3、4で、で、5で6が2人か。5、6、2人いたらちゃんと2人書こうね。6、6、で、7も2人だね。で、7、7、9、10かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9に、ちゃんとあるね。 これでまず並べ直しました。で、ここで一つ質問です。復習の質問ね。皆さん、この資料見た時に並べ直した後だよ。中央値、いつから中央値です。を求めてくださいって言われたらできますか中央値です。これは中学1年生の時にやった、ね、単元、中央値。で、もしそれが何だっけって。 ま、他も階級値とかさ、いろいろ平均値もやりましたけど、それがなんだっけって思う方は、その授業も取っておりますので、ぜひね、概要欄の方からチェックして見てみてください。それを分かった上の方が吸収しやすい。ここの単元はね。で、話を戻すと、中央値っていうのは漢字で書くと、中央の値です。つまり真ん中です。中央だから。で、今、9人っていう奇数人数なので、真ん中はど真ん中1人決まります。いくよ。1人、2人、3人、4人、ここだよね。 つまり、今、この資料の中央値、まあ中央で書きますけど、中央値はこの6点のこの人になります。いいかなで、この中央値っていうのが、ちなみに今回、この四分位数、ここです。これ四分位数って呼びます。で、この四分位数には、第1、第2、第3があるんです。 1> 第第第四四四分分分位位位数、第2四分位数、第3四分位数ちなみにこの中央値っていうのは第2四分位数と同じですだからこの4番の答えはそこから6点だからね6点というふうに決まりますすぐに今ちょっとミスったなと思うのはこれ赤青の順番にしたかったから青だったな失敗失敗したけどまあいいわいいけどまずこれ1個覚えてください で、この四分位数って何なのっていうのは、漢字を見ると分かりやすくて、四つに分けるんです。四分って四つに分けるって書くでしょ。だから、あの資料を四つに分けるんだと思ってください。で、何やるかっていうと、まあ、中央値決まりましたよね。これは第二です。第二四分位数。ここで切ってください。資料を。中央でパサって切るんです。そしたら、今左側に、 残った資料ができますよね。右側もできますけど、まだ左から行かして。このできた、残った左側の資料、この青を一つの塊だと思って、こいつの中央値出してください。中央です。で、今回は偶数個なので、1、2、3っていうど真ん中が1個に決まりません。あの数字がね、ここって決まらない。この部分です。中央値。で、この出し方は、4と5の 間なので、四と五、これを足し算して二で割ります。つまり九を二で割るので、ここ四点五になりますね。で、この数字が何だったのかっていうと、これが第一四分位数になります。第一、だから、ここの答えは四点五点なんです。こうなる。これが第一、これが第二、なんとなく見えてくるよね。 右側にも資料が残っております同じようにこいつの中央値出しましょう1つ2つここのど真ん中7と9の間は7と9を足すと16それを2で割ればいいから1 6る2で8となりますこいつが第3四分位数と言いますつまり8点ですで四分位数に関しては第1第2第3しかありません それをこういう風うにやる。真ん中をまず決めます。第2を決める。左側に残った資料の真ん中。右側に残った資料の真ん中をやれば、第1、第2、第3とすぐ見つかります。オッケーこれが今回新しく覚えることはほぼこれだけです。まあまあもちろんこれもやるけどね。いいかいでちょ、1番2番どうすんのって話なんで、これは楽勝です。最小値っていうのは一番小さい数。 資料を並べて一番小さい数は3点だよね。だから3点です。もう最大値はね、飛ばしてもいいです。並べた時の一番大きい数。なので、10点です。これだけ。これで5問終了です。いいかなで、次。範囲。これは中1でやってます。で、あとあ説明するけどね。で、新しい言葉はこっちです。四分位範囲です。 つまり、四分位の範囲は何なのって話なんだけど、まずこっちから行きましょう。範囲からね。範囲っていうのは、今単純に並べた時に、一番大きい数字から一番小さい数字、つまり最大から最小を引きなさいよって言ってるだけです。つまり、ここの数字使えばいいよねっていう。だから、一番大きいのから一番小さい3を引いたら7でしょもうこれが答えです。7点。 で、四分位範囲っていうのは、四分位の範囲ですで。四分位で一番大きいのは第3だよね。一番ちっちゃいのは大事でしょ。だから、ここからここを引けばいい。まあ、ちょっと6点は使わないけどね。一応ここから使おうと思って。つまり、一番大きい第3の8から一番小さい4.5を引きます。そうすると、これ3.5なので、四分位範囲は3.5点と。 なので、四分位数。第一、第二、第三ね。まあ、第二枚も使わないけど、この四分位数が出せれば、四分位範囲も絶対出せるの。引き算するだけだからね。これが、箱ひげ図の基本です。うん。でか、からもう、もはやこれちゃんとできれば、ほぼできるけどね。そう。まあ、これが全てと言ってもいいと思う。で、最後に、今ここにあった資料を箱ひげ図、自分で書きなさいって問題もあります。その書き方で終わりますね。 ただ、これはもうここが、特にこれね、この5個の数字がちゃんと出せれば全部出せます。で、まず、箱ひげ図のオーソドックスな形ちょっとみんな覚えて。どんな形になるかっていうと、箱ひげ図って横バージョンも縦バージョンもあるんだけど、横バージョンで行くと、まず長い箱があります。長い箱のどっか切れてます。必ず。で、右からチョーンってなんか出てて、左からもチョーンって出てます。これがオーソドックスな形。 箱の長さとかどこまでチョーンが伸びるかはその時によって違うんだけど。いいかなで、まず箱からいきます。箱。で、箱はここの四分位数使います。今4.568ってあったでしょ。で、まずね、4.5と8からいきます。一番ちっちゃいのと一番大きいのね。それが何かっていうと、箱のサイズです。で、4.5から始まるから4とこの間なんで、ちょっとこの辺からいこうか。で、8点だから、 ちょっと私定規使ってないけどごめんね。こうやって長い箱のサイズはここで決まります。4.5から8までの箱を作りましょうって。じゃあ、この6点何かっていうと、6点は箱の中の線の場所です。つまり今だったらここ。6点のとこに中に箱の線が入ります。これで真ん中の箱できました。四分位数3つ使ってね。で、あとは右側と左側にちょんって出てるやつ。 それぞれはここです。最小と最大。まず最大10点だから、こっから、ひょーんって10点のとこまで出しましょうねって。左側3点だから、ちょーんって左側3点とこまで出しましょうねって。これで箱ひげ図完成です。だから、ここのね、四分位数3つ、そして最小、最大がちゃんとわかれば、 あとはもう書き方知っとったら絶対解けるから。いいかな。こういう風にぜひね、箱ひげ…噛んだ。箱ひげ図は書いてみてください。ということで、今回はね、数学の箱ひげ図丸1基本編をやらせていただきました。で、最初にも言いましたけど、もう一本、ちょっと読み取る問題のね、やつを実践問題少しだけやらせてもらいたいと思います。そこでは、箱ひげ図、今横バージョンやりましたけど、縦バージョン使ってね、ちょっと問題解くやつやっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。 では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。